皆さんこんにちは、旅するアーティストタレットペインターのつけです。今回は2月27日に弥彦神社という神社にお参りに行った様子を見てもらおうと思います。駅でいうと幌広橋駅というところの近くなんですけど、まあ、中島公園のちょうど、敷地の中になるような感じなのかな、まあ、端っこというか。で、普段、ね、よく占ってもらってる東京の占い師さんから、この2月27日は家から見て南東の方角に、ちょっといいので、まあ、なんかお参りできるところがあったらしたらいいですよって言われて、ちょっと行ってみた感じなんですけど、まあ、その様子をちょっと、見てもらおうと思います。で、今歩いているのが行慶通りといいまして、僕、この辺りね、昔住んでたこともあったりとか、結構ね、馴染みのある通りで、なんか懐かしいなぁと思って、あんまり最近歩くことなかったんですけど、やっぱりね、歩いてみるとすごく風情があっていいなぁと思って、まあ、思いながら歩いてたんですけどね。で、まあなんかその朝からそういう散歩をしながら、お参りできたっていうね、そんな感じの、まあ、道のりでしたね。で、ちょっとこの今歩いてる道がね、なんか狭くなっててね、かなり歩きづらかったんですよね。ちょうど前の日に結構雪が降ったんだ、ないかな、じゃないかなと思うんですけど。で、あとここまあ駅近いんで、結構ちょうどね、時間帯がね、時間的に通勤の方もまあいたもんですから、それでちょっとすれ違ったりとかも含めて歩きづらい感じでした。で、幌平橋駅を、まあ、今通過しましたけど、まあ、そこから大体4、5分ぐらいかな、まあ、ちょっと冬の、雪のある道なんで、多分夏だったらもうちょっと早いと思うんですけど、あんまりね、かからないで、本当だから駅から近くて、気軽に行ける神社っていうので、意味でもね、すごくいいなと思いましたね。で、9時になったので、御朱印をもらおうと思って社務所に入ってみました。お守りだとかおみくじだとかね、結構いろいろありますね。で、御朱印も何種類かねあって、で2月の限定っていうのもあったんで、それもね、もらったんですけど、まあちょっと書くのにね時間が結構あったので、待たせてもらいながらいろいろ見てました。この弥彦神社、僕初めてだったんですけどね、すごくいい神社だなと思いました。通勤途中だとか、まあ、ジョギングかなんかの途中なのかな、寄ってねお参りしてるかもしれないですけど、結構ね雰囲気のいいところで、また本当行きたいなと思いましたね。で、この後は、バイトがあったんで、地下鉄乗って職場に向かいました。もう仕事前にねお参り行くってね、なかなかいいもんなんだなって思いました。本当気持ちがねすごいねすっきりしたんで、またこういうの行ってみたいなと思いますね。いただいた御朱印はこんな感じでした。デザイン良くてかなり気に入ってます。いや、御朱印もちょっとこういうタイプのってね、あんまり僕は初めて見るんで、まあ結構なんていうんだろう、普通にねただ筆で書いたまあなんですか、白地に普通に墨で書いてこう赤いね版を押すみたいなタイプのがまあ一般的ですけど、それ以外のまあ何種類かあるっていう神社もね、もちろん
今までも行ったことはあるんですけど、まあ、札幌では僕は初めてかな。というか、北海道で初めてかな。っていうのもあって、結構なんか、ちょっと得した気分というかね、ヤヒコさんって、もちろん、存在は、まあ、一応知っていて、ただ、なんていうのかな、中島公園の端の方にある感じの、神社だな、ぐらいの認識しかなかったんですけど、で、まあ、境内もね、そんなに広くはないっていうのも知ってはいたので、どのくらい、なんていうのかな、まあ、規模感というか、なんていうかな、社務所もね、まあ、本当に、なんていうか、こう、今回行ったような感じで、あんなにちゃんと、まあ、グッズっていうんですかね、お守りとかね、おみくじもそうだし、きちんとこう、ああやって置いてあるとは思わなかったんで、ちょっとね、そういう意味でも、行ってよかったなぁとは思いました。なんせね、なんていうのかな。すごい、コンパクトに、いい感じの空間なんですよね。まとまっていてというか、まあ、まとまっているという言い方が、いいのかどうかわかんないんですけど、ほんと気軽に立ち寄れて、っていう、しかも街中、割と街中の方にあるっていうのは、まあ、電車通り、南一条の通り沿いに三好神社っていう神社もあって、そこも、まあ一番、町から近い感じの神社だと思いますし、他にもね、東区の方の、なんだろうな、割とこう、東区でも、札幌駅寄りの方にね、諏訪神社っていう神社があったりとか、まああとはそうだな、まあ北海道神社はちょっとね、少し、まあ大きいですし、サクッと気軽に行くって感じじゃないで、まあ街から遠いわけではないですけどね。あとは、まあそれこそ北海道神宮の頓宮か、は、まあ創世街の方にあったりとか、街の近くにある神社って結構あったりはするんですけど、っていうか、まあ中島公園自体がね、こう自然が多い中で、まあね、すすきのからも歩いてすぐ行けるみたいな場所のとこにあって、で、まあ、ああいう感じの空気感でっていうのはちょっといいなと思いましたね。なんか何が言いたいかっていうのはないんだけど、なんかまあ本当単なる感想なんだけど、すごくねそういう意味でもういいなみたいな感じで、まあねそもそもねそのきっかけというのが若松かなさんっていう占い師さん、東京のね去年浅草で。ちょうどもう1年ぐらいになるのかな、丸1年ぐらいですね、多分ね、あったのがね。で、お会いした、じゃあもうちょっと後か、3月の、そうですね、上旬ぐらいにあった方なんですけど、で、もうすぐ1年ぐらいですね。で、まあ、浅草でね、初めて占ってもらったのがきっかけで、何度か、オンラインでね、やったりとか、まあ、この前東京行った時も占ってもらったりとかしてる方なんですけど、で、また、大阪にね、ちょっと病院行かなきゃいけないっていうのもあって、結構方位をね、吉方位っていうんですかね。どの日に行くのがいいみたいなのも含めてちょっと見てもらったんですよね。で、その時に、そういえば2月27日、できれば午前中で、で、この時間でみたいな感じでね、言ってもらって、で、自分の自宅から見て、南東の方角に、が、良いので、まあそのあたりにこう神社なんかがあればお参りに行くといいですよと言われまして。で、見たらね、ずっと見ていくと、ちょうど南東ですね、まあ範囲もまあまあ広いので、行くとちょうど、まあ例えば五穀神社とその弥彦神社が、ちょうど入っていて、本当に言うとね、南東に当たるところがあると、もっとその恵方参りっていうのでね、ちょっと違う感じでできるので、いいんですけどっていう話だったけど、ちょっとさすがにそれはなくて。で、まあ、行ってきたんですよね。で、まあ、今回は特にお願い事するのではなくて、住所と名前を3回ずつ唱えて、で、感謝の気持ちを伝えるという、述べるというスタイル、やり方でやってみてくださいと言われまして、まあ、それをそのまま やりました。で、まあ、ただ、あとはそうだな、ちょっと30分ぐらいそのあたりで過ごしてもらえるといいんですけどね、みたいな。で、本当に、近くに倉敷コーヒー店っていうのが、モーニングやってるお店があってですね、行きたかったんですけど、ちょっと、僕が、まあ、
家というのが少し遅かったのもあってですね、まあ、なんであのオープニングはちょっとバス乗ってるんですよね。本当は歩いていくつもりだったんですけど、ちょっと間に合いそうにないかもって思って、まあ本当ギリギリですよね。だからバス乗ってようやくギリギリって感じだったんですけど、まあ、バス降りてからもまあ10分以上歩いたんで、うん、まあでもバスに乗らないとちょっと危なかったんですけどね、本当ね、多分間に遅刻したかもしれないですよね、そのバイトがね、くらいの感じだったんですけど、なのでまあ30分ぐらい一応ね、御朱印をねお願いしたりとか、こうなんだかんだこう過ごして30分ぐらいあの辺に入れたんですけど、さすがにちょっとこうモーニングをねいただく時間はなくてね本当それがちょっと残念ではありますけど、まあそれはついでだったので、とにかくその朝ね、普段よりもちょっとこう早く起きて家を出てお参りするっていうのはなかなかいいなぁと思いまして、しかもまあ本当ね、すごくいい出会いですよね。知ってはいたし通りかかったことはあるけど、本当にお参りしたのは初めて、まあしかもそういうお参りするっていう習慣というか、まあそういうのがちょっと楽しくなり始めたのも、まあ御朱印集めたりとかもそうですけど、まあ、本当に最近なので、まあそうやって神社っていうものを意識するようになってから、ご縁ができたんだと思うので、行けてよかったなぁとは思います。まあ神社そのお参りするっていうのが なんていうかそれにね、ですごくこう運が開ける開けないとかっていうよりも、単純に気持ちいいとか、まあ瞑想もそうなんですけど、単純に気分が良くなったりとか、なんかやっぱいいなぁって感覚的にそうなれるアクションというかね、なのでそれで前やってるくらいの感じです。あんまりこうなんかそこでね行ったから必ずこうこれを叶えるぞとか、絶対運気がね上昇するみたいなのまでこう変にね期待かけちゃうとちょっとそれは違うなと思うので、単純に僕のそのなんていうかこうコンディションを整える一つの方法というとでも言うのかな、まあそんな感じだったりとか、そのための一つ、まあ一環というか、まあ、本当だからね、あとは進めてもらってやってみたっていうのもまたそれもなんか自分の中ではすごくね、こういうのいいよって言われたのも嬉しかったですし、で行けてよかったなっていうか、まあ、本当いいことばかりでしたね、僕の中でもね、うん、なんせ気分がいいっていうのが一番いいですよ、本当。そう、あとまあだからその気分が良くなると 結局ね、そのいろんなものが開けてくるっていうアイデアも生まれてくるとかね、人との接し方も変わりますし、全部がやっぱ見え方も良くなってくるから、まあね、悪いことないんですよね。まあ、本当そういう、ね、意味では、うん、で、そういうきっかけができたのはすごい良かったなと思います。うん、ですね。まあ動画をね、またその編集もしてても、やっぱああやってね、まあ、ね天気も良かったしね。で、まあ今回もちょっと結構動画に別撮りでね、コメントというか吹き込んできましたけど、ああいうスタイルもなかなか楽しいですし、いろんな意味でやってよかったな、行ってよかったなみたいなのは思いましたね。はい全然なんかただ本当に感想述べてるだけなんで、まあ何かの足しになるかどうかっていうのは分からないんですけど、まあよかったなっていう感じでした。はい、ということで今日はこれで、あそっかもう2月じゃないです3月なんで、3月一発目の、ドローイングということで、でまあ今回は久々に何日かぶりの、YouTube 更新ということで、やりました。はい、次は窓かな、余裕があれば明日とか、まあ、ちょっとそんなにまた日にち明けずにね、なんかこういろいろ浮かんできたこととかもあったりするので話していきたいと思います。はい、旅するアーティストタリキペインターの地球でした。どうもありがとうございました。